ここは。で、一世を風靡した最大瞬間風速漫画、F の7人の紹介だ。またヤバそうなのが出てきたわね。作者は登場人物全員ヤバいでおなじみ、しぐるいの山口先生だぜ。あれはいろいろとぶっちぎってたけど、こっちもなんだかすごそうよ。記憶に残る名セリフに名物キャラと、ただならぬ魔力を放つ作品に仕上がっているぞ。てなわけでどういう内容なのかしっかり解説していくぜ。よろしく頼むわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。F の7人は、2015年から2021年にかけてチャンピオンレッドにて連載された、山口孝之先生による SF 時代漫画で、前後13話、単行本は全10巻となっている。本作はこの漫画がすごい、2018男編の第5位にランクインした話題作で、めちゃくちゃ嬉しかったです。今回の F の7人は、正直受けようと思ってやってますから。と、先生も喜びのコメントをしていたぞ。しっかり受けを狙ってたのね。過去作のキャラクターやネーミングが受け継がれており、かつて主役を張ったキャラクターはいい役者なんですよ。そういう役者はまた使いたくなるじゃないですか。と、過去作を知ってる読者がついにやる要素も詰め込まれているんだ。それでは早速ストーリーを見ていこう。大阪の陣で豊臣家を滅ぼし、天下統一を果たした徳川家康。豊臣方の残党を粛清すべく、各地で徹底した落ち武者狩りを決行。その狂人から逃れようと、山奥までやってきた真田家ゆかりの伊織と改造。この山奥には毛貝の民と呼ばれる、国の統治が及ばない人々が暮らす葉隠れ谷という集落があり、そこで覚悟という青年と出会う。葉隠れ谷の覚悟に伊織、早速の前作ネーミング。改造と谷の頭目は知り合いで、しばらくかくまってもらえることとなる。しかし残党狩りに二人の存在がバレてしまい、かくまった集落の人々は無残にも命を奪われ、捕まった伊織を助けようとした覚悟も凄惨な最後を迎えてしまう。え、覚悟もなくなっちゃうの？そうなんだ、バッサリざっくりやられてしまう。しかし消えゆく覚悟の意識の中にも餌かる竜が現れ、苦しみのないとこよの国にて菩薩の慈愛に包まれるか、あるいは恩神となりて再び乱世によみがえり、悪ことなき呪いの刃を振るいかざすか？と二択を突きつけられるも、迷わず後者を選び、まだい神弁、おんおんおん。と変身ヒーローがごとく、恩神忍者霊気として現世によみがえる覚悟。無事に伊織を救出し、谷の仲間の仇討ちを果たす。ここから家康に一発食らわせるべく二人の旅が始まるんだ。鬼として復活したけど、人間の姿にも戻れるのね。そうだぜ、戦闘時以外は人間モードなんだ。では続いて本作の魅力を紹介していこう。まず一つ目は、強烈すぎる薩摩武士たちだ。冒頭のゴチェストもここで登場するぞ。気になるけどデンジャラス州しかしない。強い剣客を見極めるため、通りかかる浪人に片っ端からチェストを仕掛けるボッケモン。ボッケモンとは大胆な人、豪快な性格を意味する方言なんだが、本作でいうところのボッケモンはどうやらバーサーカー的な意味で使われている模様だ。まあ駿河城御前試合の一部をあれだけスパイシーに味付けされた山口先生だし、単語の拡大解釈くらいは許容範囲よ。さてチェストを仕掛けられた浪人は真っ二つになり、ごチェストにごわす、小屋目当ての侍じゃなか。と人違いだったご様子。いや切っちゃってますけど。チェストン前に名前聞くのはめめか？明暗にごつ。と、だいぶと切った後に先に名前聞けばいいことを思いつくボッケモンたち。いやいやいや気づくの遅すぎやろ。そうこうしているうちにまた一人の侍が通りかかり。おはんの名は？名を申せ。と、明暗通り名前確認から入るんだが、相手が即答せずにいると、もう言わんでよか。とぶち切れて結局チェストるんだ。めっちゃ気が短いなおい。てか歩いてたらいきなり上羅の二人組が現れて、薩摩弁でまくし立てられたらそりゃ戸惑うわよ。切りかかるチェストもあれば飛び道具もある。チェスト種ヶ島の登場だ。黄門様の源内が持ってたやつ。他にも、チェスト関ヶ原。なんてのもあるぞ。今更だけどチェストって何なの？チェストはチェストじゃ。チェストに聞くようなもんはチェストできん。あ、はい、すみませんでした。別の場面では、ちょっとした腕試しで不覚を取ったことを恥、おいは恥ずかしか、生きておられんを。と言ってマジで切腹してしまうボッケモンも登場。さらに素手と合力のみで生き肝を奪い合う、ヒエモン取りという儀式を行うなど、どのシーンをとっても強烈すぎる存在感を放っているんだ。うん、すでに鬼のインパクトが薄れつつあるわ。さて続く魅力二つ目は、ケレン味たっぷりの登場人物たちだ。本作は各話ごとに主役が変わるストーリー構成で、
最初は覚悟が霊気となる経緯が描かれ、続く話では別の鬼が誕生する経緯が描かれる。基本的に幕府に対抗する鬼サイドの視点で語られるんだが、中には鬼と対峙する人間側に寄ったストーリーもあり、そこに登場する人物が最高に魅力的なんだ。まずはこちら、宮本武蔵だ。いきなりの大剣豪。さっきの5チェストの回で登場し、見事なチェスト返しを披露してくれるぞ。5チェストという強人に倒れなくてよかったわ。山に現れた鬼退治の依頼を受け、早速討伐開始。この時の装備、無双体化せ、冷めたか。という甲冑を装着した姿がインパクト大すぎるぜ。鬼のデザインも迫力あったけど、鎧スタイルも半端ないわね。ここで退治する相手が西洋甲冑をまとっていたり、武蔵といえばの巨大武器が登場するなど、ベルセルクさながらの重厚シーンの連発。このバトルはめちゃくちゃ熱かったぞ。戦いの行方がすげえ気になる。また別の話では幕末の天才剣士、沖田総司が登場。え？いきなり時代が進むの？いや、彼に関してはタイムスリップだ。急展開で驚いたが、よくよく考えれば SF 時代劇だから特に問題なしだろう。タイムスリップ早々、江戸時代なのに世紀末みたいな奴らに絡まれる沖田。しかしこれを瞬速の突き技で撃破し、沖田総司お前にしたら瞬きするな。というセリフには痺れたぜ。かっけえ。チンピラの次は柳生宗則と一戦交えるなど、ドタバタ劇が続き。慣れぬ江戸ですが、掃除、なんとか生きてます。土方さん、掃除やられっぱなしです。といったつぶやき方式の現状報告がなかなかに面白いんだ。強さと性格が比例しないギャップがいいわね。ひょんなことから結婚の話になり、時代が違うため断るか考えるのかと思いきや。誠にかけて。と、即答。大事なことはあれこれ思案するな、即答せよ、ですよね。土方さん。が彼のモットーだぜ。土方さん大好きやな。いろんな作品で描かれる沖田総司だが、個人的に本作の沖田はかなり好感度が高いぜ。さらに沖田編に登場する谷これなりという人物もいい味を出している。彼は刀剣を試し役として刀の切れ味を鑑定する役職、つまり人を斬ることも仕事の一環で、通常は無黒で試し斬りを行うんだが、ある日上司の命令で息試しを命じられる。気乗りはしないものの立場上断ることはできず、仕方なく対象者の元に近づく。状況がわかっている相手は恐怖のあまり、谷が近づくだけでジョボジョボだ。そりゃ恐怖以外の何者でもないわよ。そんな相手に向かって、今日はやめにいたそう。と語りかける。え？断れないんじゃなかったの？次の瞬間一刀両断。最後くらい恐怖から解放してやりたいという谷の思いやりからの発言で、その言葉通り、こと切れた相手の顔に恐怖の色はないんだ。優しいお人なのね。身分の低い者に対しても優しく接し、思いやりを忘れない人格者でもある谷。そんな彼の正体は鬼で、最終的に沖田と戦うこととなる。登場時から予想はしていたが、二人ともいいキャラなだけに緊張感がすごいんだ。どっちも生き残ってほしいけど、そのルートはなさそう。ちなみに沖田のタイムスリップを上回る奴らも登場する。こちら鬼退治のプロフェッショナル、桃太郎こと吉備津彦命。桃太郎が登場した時点で鬼に勝ち目なさそうな。ついでまさかりを担がせたら日本一、金太郎も参戦。でけえ、そして顔が鬼より怖え。からの服部半蔵だ。いきなりの藤子不二雄先生だと？やべえな、服部くんのデザインはさておき、オールスターシステムが導入されてるのね。幕府は鬼に対抗すべく帰国隊を結成。ドリフターズよろしくな形で、多方面から集結する伝説級の面々はワクワクするぞ。さて続く魅力三つ目は、面白演出の数々だ。まずはこちら、デヘペロデヤンス。時代背景を無視しまくったモブの一言に始まり、本丸ごっさん、二の丸ごっさん、奥御殿ごっさん、ごっさんごっさんごっさん、のごっさん連発やろう。本丸ごっさんってどういう状況やねん。また音信忍者に変身した状態からの、昨日ごめんな。ラブコメでも違和感ないセリフをこの絵面でぶち込む山口先生の胆力。史実では絶対出会うことのない柳生宗則に出会った沖田のセリフが、思ったよりヒゲです。いや感想かる。そして企画外の超デカブツ、人間上ブロッケン。見たまんまチートだ。あれ？一体何の物語だったっけ？他にも馬がトランスフォーメーションしたり、イマジナリーがビッグバンしてる描写も多いが、例えば鬼と対峙するこのシーンなんかは緊張感が凄まじいぞ。すご、伝説上の妖怪退治っぽいわね。他にも燃え盛る鬼なんかも圧巻だぜ。
こんな感じで面白描写からガチ描写まで、多岐にわたる演出が見れるのも本作のいいところだ。強烈なボッケモンからオールスターたちと、ワクワクが止まらない本作なんだが、最後はぶん投げ的なエンドだと言われている。そうなの？タイトル F の7人の通り、音信忍者7人が登場するわけだが、全員が出揃うまでにめちゃくちゃ時間がかかっており、7人目の登場が単行本でいうところの8巻に当たる、しかも巻の終盤あたりだ。確か全10巻だったし、残り2巻で収束させなくちゃってことよね。もっと詳しく言うと9巻は7人目の鬼が主役のストーリーになるから、10巻でようやく用意ドンみたいな感じなんだ。うん、いろいろと無理そう。ただ一方で、F の7人が出揃うまで、見守っていただけたら幸いです。と、7人が出揃うまでの物語とも取れるコメントがあるんだ。うむむ、そうなると終盤で出揃うのは予定通りってことになるわね。加えて、数冊先の展開を見越して物語を編む能力を持ち合わせていないなら、描きたい場面だけを情熱で繋ぎ合わせていくしかない。読み手に届けたいものは物語ではない。魂の躍動なのだから。と、物語より魂を届けることに比重を置いている旨が記載されており、これだけ見ると、先生の描きたかったものは描ききったと考えられなくもない。ただ最初に覚悟とよりが、家康に一発食らわせる発言をしているから、読者としては当然その局面に突入するのを期待するわけなんだが、ここで先生の描きたいものとのズレが生じたんじゃないかと感じるんだ。そりゃあ読者的には全員集結からの総力戦を期待しちゃうわよ。また別の見方をすると鬼サイドと人間サイド、全員主役級のインパクトキャラだから、皆さんを一箇所に集めると収集がつかなくなる未来しか見えなかったりもする。桃太郎に武蔵、起きただけでもそれぞれ物語が一つ作れちゃうレベルの濃さだものね。鬼サイドにもハララとかいうはっちゃけキャラもいるし、例えるならメインディッシュしかないコース料理みたいなものだから、総力戦ともなれば胃もたれは不可避だ。ただ個人的には見てみたい感の方が勝るがな。右に同じく、本作ラストは普通に続きそうなシーンで終わっており、え？終わり？と思った読者は多かったはずだ。ぜひこのあたりの感想を聞かせてもらえると嬉しいぜ。これまで最大瞬間風速を更新し続ける演出をしておきながら、終盤で浦島太郎の絵本描写に対して、確実に歴史するであろう。とマジレスしてたのが印象的だったぞ。鬼にタイムスリップはスルーなのにそこだけリアル。F の7人を知ってる、気になったって人はぜひコメントしてくれると嬉しいぜ。好きなキャラや記憶に残ったシーンなどなど、何でも教えてほしいわ。最後までご視聴、ありがとうございました。